ごめんね。待ったかな。一応約束の時間にはちゃんと間に合うように家を出たつもりだったんだけど。って、あれ？ちゃんと約束の5分前だよね。いつから待っててくれたの？15分も前から？ごめんね。私ももっと早くに家を出ればよかったね。せっかくのデートだから、気合を入れて女の子らしい服を着たら、ちょっと服を着るのに手間取っちゃって。こういう服って、実は着るのが手間だったりするんだよね。それで遅くなっちゃって。本当に待たせてごめんね。怒ってない？そっか、よかった。それで、この服、どうかな？結構お気に入りの服なんだけど、変じゃないかな？本当？ありがとう。そう言ってもらえて嬉しいよ。ヒラヒラしてるところが可愛いと思っててね。でも、褒めてもらえてよかった。安心したよ。それに、すごーく嬉しいよ。自分でも思った以上に嬉しいな。そんな褒めてもらえると。え？回ればいいの？来るって？後ろも見といて。そういうのなんだか恥ずかしいね。一回だけだからね。それじゃあ、こんな感じでどうかな。こんな風に見せつけるのは、やっぱり恥ずかしいね。ダメ、もうしない。一回だけって言ったよね。もっとよく見たいって。ちょっと。近い。そんなに酔っちゃダメだってば。ちょっと、そんなに近づいたら恥ずかしいって。やだ、ダメ。そんな、クンクンしないで。嗅いじゃダメだよ。そりゃ、ちゃんと体も洗ってるよ。念のためにしっかりと洗ったから、変な匂いなんてしないよ、もちろん。またそんな、本当にダメだってば、恥ずかしいんだから、ダメって言ってるのに、もう、どうしてそういうことばっかり、何してるの？いきなり、クリスジを舐めるなんて、そんな変なことばっかりしちゃダメだよ。もう、いくら好きな人が相手でも、大好きな人だからこそ、そういうことをされると困るの。もう、そりゃあね、私だってその気持ちはわかるよ。好きな人の匂いとか、ぬくもりとか、味とか、いろいろ知りたいのは私だって同じだもん。でも、だからってこんなところでクンカクンカされても困るというか、気持ちが同じなら、私も嗅いでいい？何をバカなこと言ってるの？そんな恥ずかしいことはできるわけないよ。そんな、こんな人目のある場所で匂いを嗅ぐなんて、本当に、嗅いでいいの？いや、でもやっぱりこんなところでクンカクンカするのは。じゃあ、抱きしめてくれないかな。そしたら密着して自然に匂いを嗅げるでしょ。
それに、ぬくもりだって感じられるから、ダメかな。あ、うん、ありがとう。こういうの、なんかいいよね。君のぬくもりを感じられるの、大好きだよ。人前だってことを忘れちゃいそう。それにあと、うん、君の匂いも好き。はぁ、どうしよう。たくさん人がいるのに、このまま抱きしめてて欲しくなっちゃいそう。気持ちは嬉しいけど、ダメだよ。それに、いつまでもずっとこのままってわけにもいかないんだから。ということで、もうおしまい。これ以上はダメ。そういうのは、後のお楽しみ。でも、そうだね。あとは、味の確認もしなきゃだから。大好きだよ。今はこのキスで我慢して。ダメ。これ以上はさすがにダメだよ。人前でするなんてできるわけないよ。それに、これ以上しちゃうと、私も変な気持ちになるかもしれないから。そういうのは後で。後でなら、これ以上のことをしても、いいよ。せっかく今日のデートのために、この服でおしゃれしてきたんだもん。普通のイチャイチャもしたいな。なんでそんなに不満そうな顔なの？私と普通にイチャイチャするだけじゃ不満なの？そりゃ、確かに抱きしめるだけじゃ中途半端だったかもしれないけど。そんな寂しそうな顔しないでよ。仕方ないな。じゃあ、あと一回だけだからね。はい、これでおしまい。これ以上はダメだからね。それじゃあ、デートに行こう。